もし iPad 初期化して第三者の方へ譲渡を検討されている方はぜひ参考になさってください。むっちゃ簡単に初期化を行うことができます。どうもこんにちは、大野です。今回なんですが、先日私のお客様とお話をしていた時のことなんですけれども、お客様のお持ちの iPad をですね、別の第三者の方へ譲渡したいんだといったお話を受けました。その際に iPad の初期化を、完璧に行いたいんだけどどうしたらいいという相談をされたんで、早速なんですけれども、私が持ってます iPad mini 6を使ってですね、実際に初期化の方を行ってみたいと思います。はい、それではやっていきましょう。はい、そしたらこちらが、私の iPad mini 6になります。ということで、今朝方の3時42分ということでかなり眠いんですけれども、まずですね、設定画面を開けてください。で、転送または iPad をリセットというやつをしますね。そうするとこの全てのコンテンツと設定を消去というのがあるんで、こちらの方を押します。すると、このようにこの iPad を消去ということで、このような画面が出ますよと。以下の項目はこの iPad から完全に、削除されますということで、アプリとデータ、 Apple ID で探すアクティベーションロックということで、書かれております。探すにより地図上でこの iPad を探したり、その iPad にメッセージを送信したり、リモートでロックまた消去したりできますと。この探すの機能はですね、このロックしてる情報も削除しますよということで、全て削除したいのでこのまま続けるを押します。全てのメディアコンテンツおよび設定を消去してもよろしいですかと。この操作は取り消せませんということで、この iPad を消去と。で、この iPad のパスコードを入力してください。ちなみに指紋認証は効かないのでパスコードを入力してやります。はい、私は iCloud のバックアップっていうのは基本、全面的にはオフにしておいてですね、必要なものだけつなげているといった形をとっています。なので iCloud のバックアップはわざとにオフにしてるんですけども、もうこのまま、消去すると。オンの場合はですね、データを iCloud にアップロード中と、これ今裏側であるんですけども、こちらの、処理が働いてですね、削除前にバックアップがなされますということで、その必要は私はないので、このまま消去するということで消去を行います。そうすると今度は Apple ID のパスワードを聞かれますので入力をいたします。はい、ということで Apple ID のパスワードを入力しました。はい、じゃあオフにするを押します。ちょっとオフにすると言ってから時間がかかるので、もうそのままお待ちいただければと思いますね。あれは探す機能のアクティベートをオフにしているという処理なので、はい、しばらく待ちましょう。このようにリンゴマークが何回か出続けますと。このゲージがマックスになるまでしばらく待つことにします。ちょっと眩しいんで一旦ライトを消しましょうか。はい、ここからは倍速再生になるのかな。はい、ちょっと倍速で再生、するまでもなかったですね。ということでハローということで、これで初期化が完了しました。もし iPad 初期化して第三者の方へ譲渡を検討されている方はぜひ参考になさってください。むっちゃ簡単に初期化を行うことができます。ということで、それではまた。